ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が、大谷翔平選手に特別なアドバイスを行っている様子が捉えられた。このシーンは、最近の試合中に米国の実況放送で話題となり、詳細が注目されている。具体的な状況は、フルカウントの重要な場面での対応策について監督が大谷選手に伝えている模様。ロバーツ監督は、彼をサイドに呼び、じっくりと戦術を説明していた。このやりとりは、カメラにもはっきりと映し出されていた。実況によると、ピッチャーの投球傾向と、それに対する最適な対応策を指導していると伝えられており、この施策が大谷選手にどのような影響を与えるのか、今後の彼のパフォーマンスから目が離せない。ロバーツさん、クレバーやな。試合中、カメラ注視している中での熱血指導は珍しいな。今日ホームラン打って打撃絶好調の大谷に対しても指導するとは、熱血監督やな。チームのムードを緩めず突き締める狙いも感じるわ。今までだったらありえない光景やからね。こうやって真剣にアドバイスしてくれるチームは本当に強いで。よかった。目玉二つついてるのか、脳みそあるか、とかじゃなくて、いくらホームラン打っててもここは指導して正解や、チームが勝つには全部自分が打たなくてもいいからね。世界一のバッターである大谷翔平に対しても、監督として客観的なアドバイスをするロバーツ監督素晴らしいわ。最近フルカウントから外側のボール球振ってるから、それについての話っぽいかな。大谷クラスの選手にプロの打撃コーチでもない人のアドバイスなんていらないやろ。付き合ったこのシーン、エンゼルス時代には絶対になかった光景。悪い時にはちゃんとアドバイスしたり、リハビリの管理だったり、休養費も受けたりとすごくいいことだと思う。こうやって選手に真剣に寄り添ってくれてるんだと、とても感心するわ。若干聞き流してそう。